皆さん、明けましておめでとうございます。パート2ということでですね、何のだよ。前回あの正月特番をお送りしたんですけども、ほうほう、はあ、あの引き続きということで、私たちは全然何にも変わってないんですけどね。ご機嫌ようみたいになってますけども、今日はですね、正月特番延長戦ということで、博多発メンタルチャテレビも、前回、風コスモソルジャーディアブロの、ベストセレクションベストでもない、マシなセレクションをお送りしたんですけども、今回はまず最初の30分が正月特番の延長戦ということで、ユーマと、私の、なんだセレクションをお送りしたいと。そしたら、明太違う博多発、これ覚えないねこの番組名ね。もういい加減覚えないと、これカンペ見ないと覚えれないってダメだね。はい、それでは博多発明太ルチャテレビ正月特番パート2スタートです。これ初めて見るね。これ初めて見るよ。怖いんですよ、ね、うわーこんなんだったっけ。多分ね、ユーマこれソラルとかと絡めて、うん、ワクワク感から選んだの。いい試合かどうかは別だ。なるほどなるほど。俺これいい試合だったかどうかすら覚えてない。やったことすら覚えてなかったからね。おっ、風が上がってた。さあ果たしてこのこうやって見ると誰と誰がチームなのかっていうね。そうか、それは理解できないと難しいと思うね。大文字が珍しい。出た。もう微動だにしないで。なだれ式なだれ式の首だけだよ。何のために捕まえたのか。面白いね。おー、ユマ。おー、こういうのいいね。いいね。おー、いいね。もう今、精神科医官ってのは忘れてました。もうみんな忘れてる。彼は精神科医官の青柳館長のお弟子さんなんだよ。捕まっちゃって。早いね。おー、出た。カツオ君。柿の種が、素顔カツオ君にそっくり。俺も出てきた。お、なんか話し合ってるぞ、この人。ゴマちゃんが。お、出た。とりあえず逃げとこうみたいな。まあ、逃げる雰囲気。平君が必死にディアブロさんとやりたいってのをアピールしたにもかかわらず、メキシコに行ってしまった。残念。これ、そう。手紙届きませんから。そう、メキシコでかなり奥地に引っ越した。手紙届いても怖いですね。手紙届きましたかっていう手紙をまた送んなきゃいけないぐらいのところに遠いんだよ。だってこいつから来た手紙でさ、チュパカブラスとかフライングヒューマノイドとか、そういう情報は随時お伝えしていきますって手紙が来てたら、お前プロレスやってんのかって話だからね。すごいよ、平君ちゃん。本当にね、メキシコの俺聞いたことない町でさ、奥地も奥地でさ、ビデオデッキないのに DVD あるんですよ。いや、それは平が持ってったから。普通にうちの中の土間にタランチュラとか出るから。すごいね。家にタランチュラそう出ないよ。出た、太陽仮面。せっかくなんで、やっときますか。これ何だろう。ドワー、捕まった。バックドロップいくらか無理くりを持ち上げて、どうしても風車式がやりたかったね。あ、なるほど。このおさんのパターンだと、もう一回来る。一回失敗したことはね、もう一回来る。うわー、もうって蹴りた、ね、逃がさないよ。出た。スペイン語が通じるんだけど、平呼んじゃった。俺も一応出てってみて、ドーン。誰も飛ばない、みんな。カツオ君が一人ドロップキックやつ。フィフィフィ。よりによってディアブロ叩いちゃった。あー、出た。もう一回出てくるよ、ディアブロが絶対。そうか、この2週間か後ぐらいにディアブロとはシングルマッチがあった。2週間後だって、翌日とか翌々日の話じゃなかった。違う、間違いを見せる。頂点戦士、今海外でオリエンタルタイガースとして頑張ってらっしゃる。このシングル見たいんですけど、残念ながら頂点戦士のコスチューム破れちゃったらしいんで、復活はない。君もレガースもらったらしいじゃん。カーシロ、なんでそのテンションが落ちてる。バトレンジャーさんにはいろいろお世話になりまして、道場にあるウェイトトレーニング器具の一切合切この人からいただいた。あ、俺が運んできたんですよ。こいつ何やってんの。これ次回名場面集、名珍場面集です。
選手が選ぶ今面白いな。どんだけこの時に若手で焦ってるか分かるよね。そう、8人タッグですらやっぱりこんだけのメンバーだから入るとですね。ねえ、8人タッグいいな、面白い。何人でやってんだろうか、あれは捕まってるね、珍しいよ。ちっちゃいね、ちっちゃいね。バトルエンジャーものちっちゃいなと思ってたけど全然ちっちゃいから、うわー出た、せーのだよオーケーアミゴーっつってあの人は出たがりだ、もう一回呼ぼうよこの人カカオに来てたよ、あー上野さん持ってくね、持ってくね、すごいよ、ほんと力強いよ。なんだ、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 これなんだこんな連携、見たことない、こんな連携ないよ。この人ね、もう初来日から二十何年経ってるからいい歳かなと思うじゃないですかいい歳だよ、だってもう40代後半。いやでも、まあ確かに40代後半だけど、佐山、佐山大河とやってた頃17らしいよ。え、あれ17だったの？そう、俺27って聞いてたわ。だって今40ちょっとなわけですから。あ、そう、10代ティーンネイジャーだったわけですよ。すごいな。だってブラソ兄弟も10代だった、うん、ブラソは10代、19とか20歳だったって聞いたけどね。うわ、すごい至近距離から。俺今画面見てるんだけどさ、向こうでユーマがやってることにすごい気にはなる。余興担当の、余興担当、余興部長やめろって、すいませんね、画面見て、あの試合見てる人はこっちのうちわネタになっちゃって。キピーがさあ、今この試合を選んだユーマくんがおっとり方なんで、おっとり方で、ユーマさ、ちょっとお前ここ来いよ、ここ大丈夫、お前なんでこれ選んだの、これ ここ座っていい、ここに、せっかくなんで、これは何ですか、何ですかって、お前が選んだんじゃん、これはこれだよ、8人タッグだ、8人タッグだよ。ああ、いや、あのソラールと僕が絡んでるのが多分痛かった。それだけか、理由は。まあ、それだけです。おい、コツコ、ちょっと椅子入れさせろよ。わあ、これほら、ユーマがあれだよ、君の手柄という。おお。お、なんか邪魔しに入ってたね。あの人、あの今入ってきた人なんかあれだよ、あのわざとレフリーとかにぶつかる人だからね。なんか喋んなさい、せっかく入ってたんだけど。これちょっと困りますね。あと普段よく喋るじゃん。さっき喋りすぎた。このエルカショタバトみたいな人が。うわあ、なんか、うわあ、やられて。また黒幕が俺が。わあわあって言ってますよ。なんで黒幕って呼ばれてるか多分わかんないと思うよ。おお、来た。やろう、おお、さっきまで滑った人だと思えないね、この動きは。動くね、おおおおおお、最後エルボー入ってますよな。あ、やるやるとは聞いとったけどね。出た、ちっちゃいもん同士。この人はあのメキシコの奥地に住んでるんだ。これまだそうはさせないから、ぐる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 回す、ゴン頭打ってる、裏の裏が覚えてないからね、もうこれすごいいい蹴りだね。多分3日前にプライド見てた。おーすごい蹴りバタ、蹴りバタってもね、ああいうのできるの平だけだったね。すごいすごい、ああいうのないよね、回し蹴りからのこれバタってないでしょ。多分ね、あのプライド見た後にルチャの見たとかそんなんじゃないよな。この人は大体そうだね。うん、終わりですねこれね、今日ディレクターの上にいっぱいいろんな人いるんだよね。顔出せない人とかもいるんだよ。この人いろいろちょっかい出してるね。出た、この絡みも新鮮ですね。この絡みはね、メキシコ行くとちょいちょい見れたりするんだよ。そう、おー、うまい、いいタックルするよね。うわうまい、これでワンツースリーだよ。うわかっこいいね、この人かっこいいね。うわ、俺だけが言ったの、すごいね。フルスイングのこの絡みはすごいね。また呼びましょう、この人
誰だよ、アンジェホンの写真なんか出してる人は横で。あれはせよ、あれはせよだよ。アンジェホン、英語の使い方間違ってましたうるさいよ、横外野映せないんだから、お客さんフラストレーション多分。おー、出た。俺とお前の絡み珍しいんだよね。そうですね。ね、すごい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 。お、珍しい、ニアタックなんか使ったぞ。ザリガニとゴマフワさん。これユーマ、蹴り重たいんだから、もっとどんどん使ってほしいね。そうですね。おい、外野うるせえぞ、お前ら。お前、お前、お前、あ、俺、アステカが DDT に行くのかと思った。いや、俺も、そ、多分俺もそう行くんじゃない。あ、出た。てて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 てドリフ大爆笑になっちゃったよ、これ。岩崎宏美は出る。8時台の全員集合になってきたんだ。もうそう、舞台が1回転するよ。当時ワンカメなんでもう追い切れない。追い切れてないね。おー、すごい。でーん、本当にそらら落ちてる。お、こここれを取っときたかったね。うわー、かっこいいよね。あの演技もんだよね。演技もんライガーの小艇とかね、ドスカラスやソラールのフライングクロスアタックとかね、演技もんだよ。ワン、ツー、返す。これは返しますね。あーら、来るよ、来るよ。ものすごい痛いの来るよ、ものすごい痛いのが。これソラリーナ。ソラリーナ来たよ。ほら、ユーマ喋れって、お前。ディレクターから指示が出てる矢先に負けてんじゃん。これ見入っちゃいますね。これ見入っちゃったね。あー、でも貴重な映像ですね。いや、俺さ、俺もコスモもこの試合やったこと覚えてなくて、見始めて思い出したの。ああ、これずっと気になってたんですよ。わぁ、チェーン取られた、初めてチェーン取られた。なんか学校とかでよくこういうのなかった。上靴、上靴とかこんなことされてる。今ね、トラウル先生誘ってましたよ。だいたいね、AB 型の人がね、カッとなる。自分から1仕掛けで言ってたよ、今。俺の、お前何型かね。私 B 型。未確認。B 型。そこ未確認って言う。そう、未確認って言う。選手メーカーに B 型って書いてある。B 型なん。B 型、A、B 型の人は出世するね。A 型、O 型出世しないんで。O 型。俺 A 型。あ、そう、出世しないんで。あのね、ディアブロでしょ、ライガーでしょ、で、こいつ B でしょ、で、風くん AB でしょ、出世するんで。見て、俺、多分俺らがね、5年ぐらいでテレビ見たらいろんなの出てたりするよ。いいんだよ、そんな話はさ。これよかったね。まあ、いなさいもそこに。はい。はい、続きまして。やっと私ですよ。押さなくていいから、それ。私、うるさいな、外野は。2004年、10月2日に行われましたですね。ゼップ福岡、バリズム、アステカ風、川内大雄組対、ライガー、ディアブロ、コスモソルジャー組。これまた後ほどなんで選んだかっていうのは。これはぐっと新しくなります、ね。ぐっと新しくなります。なんでこれかっていうのはですね、また後ほどお話ししますので。まず、試合の方からご覧いただきましょう。どうぞ。さあ、やってまいりました。2004年10月2日、ぐーっと新しくなります。去年の、試合でございます。これ僕、まともに見るの初めてです。ああ、そう。これは、いよいよですね、ディアブロさんが CTU に入ったという。ICU じゃん。もうそういう集中治療室の話をすると、ディレクター首振ってんじゃないか。病院ネタやめろって。病院病気ネタやめろって。それが捨てますよ、まだ。いや、もういいんだよ。これね、ディアブロさん、ああやってよくチェーンを狙う、よく引っかかるんだよ、あれ。新入院の時も鉄柵に引っかかってた。これ風邪引っかかってたよ、この日。これ風邪、足痛そうだった。もうあれで怪我したって言ったら。水面蹴りみたいな。これなんでこの試合を選んだかと言いますと、まあ、川内今はナイトメアにおりますし、まあ、風くんもいるんですけども、俺が教えた男の子2人がですね、俺、2人とも、プロレスラーになりたいんですけどって道場に来た時のことをやっぱ覚えてるんで、それで、ライガーまで来たかと。それがですね、非常に。そうですね、しれーっと試合しちゃってますからね。それがすごい嬉しかったと。この日、風くんは緊張したと思うよ。まだ髪が真面目な頃です。ああ、そうだね、今パツキンだからね。今、ガーシロだから。ガーシロなの。いや、これは川内くん、川内くんすぐそこにいるんだけど、ね、
これ本当にね、川内もね、風もね、あの道場にあのプロレスラーになりたいんですけどって言った日のことを思い出すね。これメジャーな選手と当たることを見るとね、すっかりベルト取られまして、誰もこれベルト取りに来ないんだから俺が持ってってるからね。ユーマ君がかろうじて今拾ったと。来るよ来るよ、ほい来たー、こうなるとは思った。俺が先に仕掛けようと思った。一気に腹が散るようにバーッとこうね、もうデー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 、ほんとだよすごいよ。うわー、いろんなところでレフェリー芝田勝司さん今あの日高迎えに行ってる。うわカメラマン大変ですよこれ。もう本当にね、これ会場壊すんじゃねえかとかさ、いろいろ考えたよ。いて行った行った、カオちゃんあんなとこ行くよ。どこ見ていいかわかんない。これ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 だよ、これすごいよ。おこれさ、ライガーに椅子で殴られたのにライガーがさ机引っ張ったんだよ。おブチ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 っつったからね、コードが怒られると思ったよ。ライガーも怒られると思ったらしいんだけどそんなところ気にしてる。気にするよな、それは代表業務やってるからそれは気にするよ。ライガーまあいいかと思ったらしい。それはまあいいかじゃ済まない。怒ってた、これもうずくずくずくこれ余計な感じが出てる。これマッキンキンだった、あえて巻きながらカメラマン探してるのこれ死んでるからでコスモにね、あのライガーが上げろって、上げろって、何にも見てないからねコスモ無視していっちゃうあれなんだよと思ってるライガーがこの日はね、とにかく風くんが頑張ったあのライガー今切ろうとしてる、あの銀の手切れないんだよね。切れない、ビニールだもん。ビニールっていうか紙じゃないからね、もちろん。来たよ、うわー、太陽仮面で引き続き流行ってるね、これくる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 回すからね、くるくるくる回すよ、これこれ意外とね、まあ前回の正月特番でも見ていただきましたけど、まあディアブロがライガーに仕掛けたんですよ、私がシングルやってる時に。君、あのワイプで映ってるけど大丈夫だから素顔でこれ普通に下にワイプで今映ってるけどマスク抜いて大丈夫なのかな、モザイク今多分ね、モザイクになってるか、あのワイプがなくなったかどっちかだと思うんで、君はびっくりするようなことですね。覆面ハグマッチでも負けたくないって言ってる人がテレビの画面で普通に覆面脱ぐっていう、いや、どうかで言うかな、いきなり何すんのかと思うよ、何すんのかと思うよね、嫌がらせだよね、番組のこれまた破る、これ破る、これね、結構ね、破れたんだよね、首締まるよ、あれ首締まってるよね、あれこれ、この日、風くんが割とね、長いこと最初捕まっちゃったんだよね。話飛んじゃったじゃん。あの、ディアブロとライガーって、俺、本質的には絶対合うと思うんだよ。で組ましてみたら案の定だろ。俺が困ってる。それまでずっとお前と仲良くやってたのにな。そうだよ、もうギクシャクしてるから。ギクシャクするよ、それ。さっきも喋んなかったし、さっきじゃった。前回の放送で喋ったから。こういうのも暗黙のさ、レフリーをあの 目隠ししてさ、まあ、それはカッカカッカするよ。俺も川内に出よう出ようとするよね。柴田さんは目が悪くて見えないっていうことだ田中リンガラウンさんが言ってたもんね。あ、そうなんですか。老眼でってって柴田さん見えないからそこ怒られるよ俺らが言っちゃダメだろ。間もなく到着されますか。間もなく、もうすぐ円錐2位になってる。うわ、怖いね。これうずうずしてる。相当破れてるね、風くんは。もろ見えじゃないですか。なあ、出たよ、またほら、ディレクターからの指示が。ユーマ、大きな声で喋れ。どうすかね、サスケ社長。いやマスク破れすぎだね。これやっぱまずいっすかね。これはまずいっすね。あ、普通にユーマに戻っちゃったよ、お前さ。お前、あんだけさっきまでサスケさんのモノマネやってたんだからね。さっき多分やりすぎましたね。やりすぎだろ。お、顔出てきたよ。こういうとこはどうなのかね、クーガ選手。
まあ、いい加減やばいと思ってね。うまい、カット入ってんちゃうの。言うた絶対これ普通の人じゃ分かんないよ。クーガーと喋ったことある人じゃないと分かんないよ。そう、今コーナーマット外してたの。風知らないから、ね、思いっきり背中打ってた。いた、この間に帰ってきてほしいんだけど、帰ってこないんだよね。俺とかは、イライラまでないけど、こうなんか狙ってるよね。それでね、ここでね、コスモのいらんこと炸裂が出るからね。マスク破れてることを忘れてる。忘れてるか。ライガーもしつこいね。捕まえるね。これもうちょっとで届きそうなんだけど、俺出ちゃったんだよね、俺。ほら、向こう立ち上がるよ。向こうはお前向こうなんだよ、そういうな。そういう間違いはどうなんだよ、サスケ。まあ、なんでもいいじゃないよ。あ、おはようございます。お疲れ様です。あ、今池田選手が。今池田選手が入ってまいりました。あ、多分ね、控室、向こうだと思うね。お客さん、何のこと、お客さんじゃない。テレビ見てる人、何のことだろう。今、あの第2試合に出る池田選手がやってきた。普通に時間流してますね。はい。あの、今日はあれなんですよ。あの、正月特番パート2ということで、エッジの控室からお送りしとるんですけども。これだね、いらんこと C は。出るよ。マスク破れてること忘れて、普通に捕まえたら、ボロ脱げちゃう。ずるって取れちゃう。ああ取る気なくて取ろうとすると焦るよね。こう、敵ながら。あの、この後、あのコスモがちょっと戻そうとするとか面白かった、ね。わざとね、狙ってやったならいいんだけど、取る気なかったからね。ちょっと悪いなと思ったんだろうなっていうのは、画面でやっぱり伝わるんじゃないかと。この二人と組めないゆえに、俺は。この二人に混ざっていけないところで。しょうがないね。これチャンスよ、風くんチャンス。もろ見えです。ほい、チャンス。これすごいね。よく見てたと思うよ、これ。俺はもうキャーキャー言われるよ。で、風くんせっかく帰ったのに、俺が来いっつうからね。狙ってたね。このタイミングだったね。もうここはいいだろうということで、行かしたんだよね。うわお客さんの声じゃん。すごいよ、これね。カオちゃんこうやってライガー押さえてるだけで俺は感無量だしね。どんどんね、自分じゃなくてやっぱ風とか動かすよね。チャンスだもん。これかっこよかったっすね。そう、見てくれじゃないからね。うん、で行けってね、俺じゃないんで押さえるの。風じゃないと意味がないんで。風がライガーとやってるっていうのが貴重なんだよ。それもね、ライガーもそうはさせてくれないけどね。そりゃそうだ。あ、ちょっとね、間が抜けたんだよね。そうはいくか。逆のレベルになっちゃった。止めたつもりだったの。これで俺も結局ね、やられる羽目になって、俺は相当拒んだんだけどね。相当拒んだのよ。そんなダジャレいらない。そんなダジャレどうなんですかね、クーガー選手。あ、ちょっとね、関西的に言うたらあかんね。あかんですかね、やっぱり。ね、あれ、ビートたけしさん。書いてくれろ。それサスケさんとどっちが合うのかっていうね。それ言われると根本似てるのをつなげると困るんですよ。大変。ネタバレしちゃうんだよ。本当は似てるっていう。どっから来てんのかな。どっから来たのかもしれない。なんか知らない間に展開変わっちゃってます、ね。もうコスモ、俺のマスクまた剥がそうとする。のやろうっていうね。結構下げてますね。なんか鬼太郎みたいになってますけど。ぼんやりした顔が出ちゃって。これいいね、これ。おすごい。お先ほど、前回続き、溝シリーズ。溝シリーズ。前回に続きって、前回見てない人は分からないと思う。これね、コスモのひどい感じが出るんですよ。あ、顔面へのフットスタンド。違う、首かな。これね、見たら分かりますよ。コスモの右足注目でしょ。喉きつい。喉仏マジつぶれでさ、また俺殺したと思ったこの野郎と思ってるからね、もうこの時点で。またマスクも、もうね、マスクはやっぱ気になるね、破られると。前回あの君の場合は俺のセコンドに入ってデブロにマスク取られたちゃんと試合用で止めとけばよかったんですよ。
そうだな、セコンドついてる時甘く見てそういうことやってるとやってないんだな、ね、紐とかほどいてるし、ね、ゴムのやつ使ってたりするからね、これね、私その前のラリアットからこのパワーハブって記憶飛んでます。受け身取れてないですからね。これ V 一回見たんですけど、柴田さんが心配そうに覗き込みます。大丈夫かって言ってました。どうですか柴田さん。おい、誰か迎えに来てくれこれ似てるんですかね。わかんない、似てる似てないより、勢いもんですよ、ね、ひどいね、ひどいね。ひどい、8割似てないって言われた相当似てねえじゃん。私が一番柴田さんと一緒にこれどんだけね、ディアブロはね、椅子壊すのかって。うわこれね、受ける方大変なんだよ、本当に。綺麗に抜けますね。抜けたね、抜けたからいいものの、そうですね、抜けても鉄板だからね、言うても。よくあれプラスチックでできてるんでしょうとか、ネジ外してあるんですかって言われるんですね。いや仮に外してあるがプラスチックだろうが痛いよ。痛いよこれは相当。でもプラスチックじゃないから本当に。おお、カオちゃん縦横無尽な感じが。おお、こういうのは頭に降ってきたりするから。する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 。予想だにできない。出た、カオちゃんの行くと見せかけての持ち上げられるセット。いつもそうなんだよ。うまいんだよこれから。ディアブロあんだけ軽々持ち上げないとパワーあるよ。ね、柴田さん。あ、柴田さん来ました。申し訳ございません。何を用意してたんだよ。いや、今サスケさんかクマさん来るかなと思ってこのね、コズモのラリアっていいよ。おぉ、パコーンっつったぞ。すごいね、これでね、翌日飯が食えなくなったらするんだよ。その日は食えるの、翌日喉腫れてるからね。湧くね、お客さんも。絶対この日1000人近いお客さんが、1000人近い、1000人以上だった。いや、そんな入ってた。入ってた。上2階席マスクが知らん間に変わってる。これ変わってんの、うん、僕が持ってきました、ね、偉い連携やっぱいいよね、指定コンビは。うん、やっぱずっと道場で同じように練習してただけあって。指定コンビじゃない、トリオだよ。トリオだよ。これ返した。前回食らってるからね、これ。これ、うまいことなったよね。カウチ逃げていっちゃった。おお、ディアブロもらえば、びっくりしちゃったよ。いいね、いいプランちゃうよ。スペコンやめてるから、カウチが逃げてって、あー、これでうまいこと、また、てなっちゃうからね。うわー、これもう、あれだよ、無法地帯で。これね、ライガー強いんだよ。ちゃんとね、椅子が落ちてるところとかに持っていくからさ、全然反撃できないよ、ちびちゃんね。デスバレー狙いよ、これ。カズくんがしれーっとね、最近ね、コスモからよく取ってるからね。あー、ちょっと躊躇したね。でも痛い。ちょっと浅かったね。俺も一回食ったんだよ、あれ、膝が相当入るから。お、いい邪魔。この時、川内さん、奥の方の鉄柵に鎖で縛り付けられてました。うん、何もできないあー、股間が。加瀬くんの大好きな遊びができなくなるな、これもうこの日はおとなしくしておかないと。もうこれはもうコスモの独壇場になってるね、この辺は。お、こっからいきますか。お、もう上げた上げた。うわー、うまいね、バラされ方がうまかったね。バラされ方が、バラし方がうまかったんだね。バラされ方って。これ12分の割には、13分弱の割には内容濃かったね。そうですね。15、6分やってるような感じだったね。多分この辺で川内さんチェーン外しましたね。ああ、そう。結ばれてたの、うん、どこ行ったんだろうってずっと思ってたからね。かなりぐるぐる巻いてたね。おお、お疲れさん。今、源太郎が来ましたよ。今、テレビの収録やってるんで。あ、はい、いいです。源太郎がって。ああ元太郎ですごいいないんだ、いないんだいないのいないの。俺は何をしてらっしゃる。あの正月特番。おお、あ、これライガーさん。そうそう、ゼップでやったやつ。うちの終わりました。さあ、元太郎が来まして。あれ今日前ブラックパンサーじゃなかったっけ。いや、源太郎で、はい、今日誰とやんの。あ、モテギさんと組んで、お、コジカズと。すごい、グレートコジカズ。グレートコジカズじゃないよ。どうなんですかね、サスケさん、その辺は。いや、まあそれはね、全部食っちゃいけばか
あでも今日僕らこじかずに勝てば僕ら最強タッグ優勝チームと同等の同等の実力を持つということ。番組変わってるぞ。いろんな人今出入りしてさっき、ね、いろんな人いたよ。今日はカズ林も来るし小島さんも来るし、俺は佐々木健介さんだからさ、お非常に気が重たい感じでやらせていただこうかと。ではとりあえず私たちは今から試合に行ってまいりますので、この後は通常放送でお楽しみください。なんか音でおかしいんだよ。それはその締めおかしいか。おかしくない。だからとりあえず試合やっていきます。この後これ放送するんだっけ。あ、じゃあこの後はですね、佐々木健介、中島克彦組対川内大雄アステカ組をご覧ください。あーそう、あーそう。佐々木健介です。福岡県出身の、今は何歳でしょう。言いたくないですね。1985年、高校卒業してから東京にプロレス界に入って、現在に至ります。2004年はプロレス大賞でもありまして MVP をいただいて頑張ってます。今は健介ファミリーといって、佐々木健介とうちの女房になります北斗晶、で今うちに来てる16歳中島克彦という3人、あとは子供たち2人いるんですけど、その健介ファミリーで、プロレス界を楽しくしようかと思って頑張ってます。僕ですか。転校して花畑中学に入ったんですよ。最初の頃やんちゃすぎたんで、それいろいろあって柔道の強い学校に、全国大会行くようなね、強い柔道部だったんで、それで行くようになったんですけど、そこからもう1年半ぐらいいたんですけど、もう柔道一本だったんですね。そこから本格的に柔道始めたっていう形だったんで、なんか試合に行くんですけど、やっぱりレギュラーチームが頑張って優勝とかするじゃないですか。なんかそういう意味で悔しいなと思って毎日頑張ってましたね。知ってる点ですか。何ですか。足利選手という基本的にどういう方。いや、まだ僕からしたら未知な人間ですね。全く予想つかないから逆に面白いかなと思ってるんですよ。佐々木健介っていうレスラーこうだよっていうのをやっぱり見てもらいたいですよね。今日初めてやる相手なんだけども、そういう相手だろうと、変わらずなんか自分自身っていうのをこう見せたいですね。力強いところでバチーっていきますか。あ、もうそうですね。もう、もう全力で、当たっていくだけの精神で、もうぶちかましていきますよ。自分の憧れの相手の憧れの人なんで、さあ、やってきました。やってきましたね。緊張しますね。もうやるだけでしょうね。健介選手ですね。パチーンってやってやりますよって言ってました。パチーンと仕返しますよ。パチンとされたらパチンと仕返しますよ。俺は中野真一に倍返ししろって言われてるからね。とにかく俺の目標は倍返しだね。倍返しで頑張りますよ。その倍返しはない、ね、頑張りますよ。とにかく緊張してますね。気合入っとろうがね。これはねおかしかったもん、この人は。あ、かっこいいっていう、同時入場だったんですね。そう、一人ずつじゃなくてね。これさ、だってカウチはさ、佐々木健介に憧れて憧れてるでしょ。俺もさ、学校の先輩って相当緊張してたからね。で、出てきますよ。なるほどですよ。出てこないじゃないですか。いや出てくる。この出てこなさ加減が怖いんじゃない。待ってたら
お、で、言いました。中島くんが先で、はい、これなんか新日本プロレスの中継とかで見た風な、見た風な感じですね。いや、意外とね、中島くんはでかいんだよ。あ、自分もちょっとびっくりしました。なあ、うん、やっぱメジャーでやってるだけあって、あのタッパも高いし、そうですね、あの太もも太いんだよね。そうですね。あと、本当にまあどこ行っても多分言われてることだと思うんですけど、礼儀正しい。礼儀正しい、びっくりしました。この日川内がさ、はい、裏出てくる前まで俺はやれる、俺はやれるずっと言ったから大丈夫、大丈夫本当にすごかったよ、この日の緊張感は。でも、あれなんですよ、この間、あのこの間って言っても去年の話なんですけど、うん、あの重心サンダーライガー選手を、はいはい、やったじゃん。ああいうのが控え室でずっと手品やってたんですけど、それとも全く違う、違う、だから、ね、相当その憧れてたらしいんで、佐々木健介目指してこの業界頑張ってきた。あ、でもそうですよね。まあパワーファイターでその中でちょっとシャープな動きがあってね、まあ、確かに近いものがあるといえば、いや中島君はこんなにでかいと思わなかったからね。ああでもちょっとそれ逆に面食らったね。もう健介さんに関しては諦めてる。でかいんだよ。しょうがない。諦めちゃってる。だってもう勝つとか負けるの世界じゃなくて、はいはい、どんだけ自分の足跡を残せるかなっていう課題になってたからね。正直これは反則ですよね。体重差どれぐらいありますかね。結構あるよ。30キロぐらいありますか。俺と健介さんじゃ、はい、多分俺90キロだから、あ、それでも25キロぐらいかな、20キロぐらいかな。ケンスケさんは120ぐらいないですかね。どれぐらいなんだろう、わかんないけど。まあでも30あったら大きいよ。まあこの後ね、いろいろ見てもらうんですけど、ね、その体重差出ました、はい、お、このローキックカチンときたからね。ギブアップ、ギブアップ、ギブアップなんじゃないですか。いや、危ない。俺の返しのローキック。でも相当カチンときた感がありますね。な、あの中島選手は、はい、俺がキックやってたの知らないから、あ、はいはい、返された時面食らったらしいんだよ。あ、でも俺をロープにしたらおしまいなんだ。こういうのが待ってるんだね。俺はメジャーの選手より当たり強いっていう自負があるからね。これね、この今の一発の蹴りね、はい、顎に当たってるわけじゃないんだけど、はい、口切っちゃいまして、はいはい、歯食いしばってたのに。自分はちょっとびっくりしたんですよね。あのドローって出たからさ、血出てる。ずっとお前のシャツで入ってたんだよ、ね、と俺のレブン広が T シャツでずっと血を。早いですね。早い、展開早いね。もうここはね、まあ、若い、その若い目をね、どんどん潰して潰していこう。出る杭はどんどん打って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 これから寿命を伸ばしていこうっていう戦略です。ここで、はい、すごいねと思わせとかないとね。そうですね。これどんどん成長していった、このチョップ中島くんが面食らうと。すごい成長してもちゃんと頭下げるように。そうそう、そういう計算のもと、計算のもと、ものすごいハンマーパンチが多分中島選手はインディーでこんなハンマーパンチ食ったことないと思うよ。でしょうね。これはいいもんね、川内もすごく。この戦いもね、すごくね、良かったもんね。そうですね、でもシングルとか見てみたいですね。ね、これ良かったよ。うわ、中島くんのこういうとこセンスを感じるよね。そうですね。出ました。お中学時代と、中学時代に見たあの怖いイメージ。こうやって見ると川内でかいのにさ、うちで、まあ、やっぱ健介さんでかいよね。でかいですね。身長の差っていうのはさ、はい、そんなに感じなかったからいけるかなと思ったんだけど、はい、こうやって組んだ時もそうだけど、はい、圧力っていうか圧力とか、多分ジュニアの選手とはやっぱ比べ物にならんのね。だって川内はさ、何キロだっけ、100キロ、うん、だよな。まあ届くか届かんかぐらいぐらいだと思うんだけど、川内がさ、こんなに押されるっていうの見なかったから。そうですね。あとこのヘッドロック、まあ、取れちゃいますよ、頭が。丸太のような腕で締め上げられる。部活にもこロープ振ってしまったんだよ、これ同じことだったじゃないですか。ああ中島選手と同じことだった。部活にもやっちゃったんだ。でも川内はこんだけもんどり打つことってないからね。川内さん、うかつですって感じですよ。本当だよね。ほら、ケンスケさん、これ誘ってんだよな、力比べ。乗っちゃう。まあ、いや、ここはね、逆にね、乗っとかなきゃ。乗って、うん、わ、今ね、今川内ね、うん、上から潰そうとしてるんだけど、うん、なかなか潰れない。こう、今資料が来ました。お、佐々木健介、180cm、115kg。 あ、やっぱ25kg差やっぱありますね、大台ですよ。
で中島君が175センチと85キロということで、これあんまでかいですね。でかいね、でかいでかい。175センチとは思えないぐらい、もっと川内が一発吹くそうですね。俺さ、これコーナーで見てて、はい、我慢できねえのかおめえよと思ってさ、ああそうそう、えらい劇を飛ばしたんだよ。ああそうそう、俺ちょっと笑いそうになりましたもん。ああそう、ほら今わーっほら、だってこんなん見たことないですもん。なあ、カウチチョップで食われてるの見たことないよ。人ってすごいなと思いましたもんね。重心サンダーライガーや、はい、まあエルサムライヤーって、はい、ジュニアの選手とね、はい、やらせてもらったけど、新日本で何回かケンスケさんご一緒させてもらってるけど、はいはい、初めてなんだよ俺メジャーのヘビーウェイトの人と試合をするの。あ、はい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 。で、まあ、なんかテレビでよく見てるわけでしょ、はい、この軽々とな、すごいよ。いや、びっくりしたよね。なあ、川口さんって言ったらもう俺らの中でも、まあ、川口さんだったらやって、そう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 、どうにもならない相手っていないだろうと思う。まあ、勝てなくとも、なんかいろいろなあ、やり方次第でもうすごい。でここで俺がお手本を見せてやろうと。おチョップ行くわけじゃん。バーンな、一回沈むんじゃん。はい、お残念ながら私もいたんで残念ながら俺は自分、俺よくよく考えたら、はい、ものすごく軽々といかれたんですけど、川内より軽いんですよ。軽いんですよ。ここで思い出しまして、はい、中島君のね、この蹴りもね、はい、非常に強い。切れてますね、走ってますね。こういう人がどんどん増えてほしい。そうですね。いやいや、これはね、こういう人が増えると自分みたいなのが増えなくなるんで、いや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 、これに食らいついてほしいと。あ、そいつはちょっと高望みしすぎじゃないですか。いや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 、私がこういうことやるわけですから。いやいや、いいっすよ。その言うても世代的には1個上の世代になるわけじゃないですか。大将、いやいや、自分ら何言ってんだお前。中島君はお前やっぱ後輩になるんだ。後輩ですけど、ちょっと微妙なラインじゃないですか。5年ぐらいですか。見ろこのストーピングの速さ、うん、いや次は今中島君とやってもらうんだ。いや、やってもらいましょうよ。今なんか笑っていいと思うんで、ゲストを帰るときみたいな。すごいよ、このブレンバスターだってすごかったよ。ブレンバスター中野真一にもらった以来の叩きつけられ方。そうですね。センスがあるなと思うんですけど、ただ変わったことは一つもやってないんだよね。だから基本、すごい好きな試合だったよ。そう、本当に基本的な技がしっかりしてるんですよね。このスリーパーホールドもね、力入ってないんだと思うんだよ。でもああやって絞られた時にね、ああやって足バタつかせないと失神しそうになっちゃってさ、息できなくてさ、ギブアップ、ギブアップだよこれ本当に。ここでこの後ですよ、この後。これは死んだね。あ、これ、俺中学生の頃とかよくテレビで出てましたよ。今あれはね、いや演技もんだよ、君も食らった方がいいよ。ああ、でもそういうのはちょっとされたい感がありますよ。ほら我慢したよ、チョップ意地だよね。ボーン、ダーン、やつを立ってられない。こんなシーン見ることもうないでしょうね。いや、でもね、でも、正直ね、はい、俺リングに上がった時にね、はい、ケンスケさんが、はい、俺の想像以上にでかく感じたら、はい、うん、もう気持ちの上で負けてる証拠じゃない、はいはい、あ、でもね、いけると思ったんだよ。サイズ見た時に、振り向いた時に、はい、佐々木ケンスケも人間なんだと、まあまあまあ、うん、思えたからね。まあちょっと微妙なところですよね。人間か、人間を超えたものかっていうと、あのね、こういう展開になると、ね、俺強いんですよ。ロープに飛ばされたり、コーナーに飛ばされたり、はいはいはい、もうそれは一日の長がありますんで、で、一応右手で合図をして、絶対くぐることを想定しての、よいしょーすごい。俺どうした、出る杭を叩きに行きました。叩きに行ったね。ここもカウチ乗ったんだよ。いい返しだったからさ、はいはい、もうこれね、すごいいい判断だと思ったんだけど、倒れなかったんだよ。それを諦めなかったの、偉かったよ。そうですね。あの、すごい。でも、川内さんのラリアットで倒れないっていうのは俺は無理ですからね。よいしょー、すごいよ。これもさすがにいけんすけど、めっちゃあったね。スピアでこれだけのものを倒せたら、俺は合格だと思うぞ、ね。ここは一気に行きたいよね。あー、ここ上げてきたら。これね、うまかったのはね、川内冷静にね、はい、バックスライド行ったんだよ、はい。ここをね、見すぎると厳しいね。あー、そうかそうか、これがあったかっていう感じですね。ちょんだよ、すんだよ、ちょんだよ。いやいや、見てて思うんですけど、お子さん、健之助さんですよね。ああああ、中学生とか思春期になると大変でしょうね。大変だよ、お父さんこれだと思って。坂
払えない、うるせえよ、うるせえクソ親父になってたもん、あんたとこんな野郎になっちゃうからね。ああ、殴られた日にゃなあ、このラリアってやると絶対みんなこうなるんだよね、引っ掛けるから。すごいっすね、勝てそうなんだよ、チャンスじゃないですか。いや、中島君はね、あの詰め方次第だね、まだまだ、まだまだって感じがするけど、うん、まあ言うても、年がね、そう、俺これね、わざとゆっくり上げたんだよね、重たかったのは確かにだけど、これ、圭介さん入ってくるかなって、さすがに入ってこなかったね。まあ、まだいけると、それだけ信用してるって、うん、ただね、私の、これを食ったらね、はい、最後、もう最後ですよ、あの、飯食えませんよ、絶対終わりって言ったさすがに圭介さんも入ってきたよね何やってんだよっていうソンビング入りましたけど、俺ね、これで川内に、はい、川内に渡して、はい、川内がワンツースリーで、はい、俺がこの後圭介さんをフォローに行って、はい、ワンツースリーで勝つ予定だったんだよね、予定だったんですけどもあれっていうね、はい、こうちょっと俺慌てたねこれ、でさっきの蹴りがあるんで、はいはい、ちょっとね、俺から引いちゃったところがあって、はい、これ良くないところだね。ああ、まあでも、でこれ健介さんに渡しちゃったのは、はい、非常に失敗だったと。はい。あ、今度決めときたかったと。決めたかったね。まあ言うともスプラッシュも食らってるんで、中島選手もダメージはかなり大きいと思うんだけど、結構ね、意外とね、来たよ。おお。いやっつってなるやつ。これはね、もう。その、中に入りに行くタイミングを間違えると、はい、終わりだなと思ってたけど、川内の体も壊すしね。そうですね。で、川内は柔道の経験だけど、こういうのは結構きついと思うんだよな、逆に。まあ、俺あ G1 クライマックスで何回も見ましたよ。あの、パワーウォーリアーだった時に、柔道さんと決勝やったじゃないですか。はいはいはい、何年ですかね、あれ。これね、俺うまいことセーブに入ったと思ったんだよ。これ中島君の蹴りをキャッチして、うまいことをバランそうと思った時、はい、あれ何すんだろうと思ったら、これ鬼嫁殺しっていうらしい。殺っちゃうんすか。これ食らっちゃったんだよな。そら面食らうよ。あー、でも動いてるの見ろ、この川内のラリアットの食らい方見て、これは助けに行くか行かないかを、はい、やっぱ悩むよ。そうですね、川内があんな転び方することないからね。ないですね。で、最後がノーザンライトボムで、はい、この落ち方を下で見たときに、はい、あ、やめとこうと、もう、うん、入ってるの。これ川内に聞いたらさ、はい、あのラリアットを繰り上げる健介さんが、はい、見えたんだって、はい、丸い腕が、はい、そっから記憶ないんですよ。そりゃそうでしょうね。そりゃそうだろうなと思って、え、じゃあ覚えてないのって言ったら、あの立ち上がって、はい、なんかあーっていうのをぼやーっとしてて、なんか控え室帰ってから、はい、うん、ちゃんとまともになってる。いや、でもそうでしょうね。いや、強い。あー、強いですよ。これね、久しぶりにこれ試合前、1週間前かな、はい、緊張してた。あ、でも言われてましたね。だいたい試合始まる直前に緊張するものなんだけど、まあそうです。で、リーグに上がったらまあ落ち着いてっていう。確かに俺自体落ち着いてたし、なるべく憧れてたっていうから、はい、川内と健介さんを、絡ませてやりたかったんだけどね、はい、まあでもおかしいもんね、目つきがおかしいし、でも俺中学校の先輩とこうやってちゃんと話したのもリングで会ったのも初めてだから、新日本の光さんそんなに喋んなかったし、っていうか中学校の先輩とリングで会うってなかなかないと思うんだよね。どうも久しぶりです。いや、俺この健介さんがさ、はい、笑ってくれた瞬間にね、ああもう俺のやってきたこと全てが報われた気がする、はい、だってフロリダブラザーズじゃないんだよこの人。そう、違う、遊びで来てるんじゃないんだよこの人。そうなんですよね。真剣に試合やってる、真剣に試合しに来てくれたんだよ。で、ここでやっと川内さんもずっと緊張してた糸が切れるわけじゃないですか。で、この後あの力也さんの打ち上げに、あー、はいはいはい、で、それで、まあじゃあ選手の方テーブル何個かありますんで別れてくださいって言って、川越さんが行った席にまた健介さんが来て緊張するっていう。これはずっと緊張されてます。いや、でも良かったと思う ね。まあ、川内はね、今回これは何だろう、なんていうかね、その健介さんのご祝儀みたいな試合になってるから、はい、次はね、次こそは試合しようよっていう感じなんで。あの、後ろにいたのは誰ですか。あれ、カズハヤさんじゃん。あー、本当ですか。カズハヤさん、俺のマスク競り落としてたらしい。いえいえ、競り落とし、あの時は2… オークション、取ってたらしい。新潟の…なんか…なんか喋るぞ。ちゃんと同じ意見になりました。これ
を呼んでもらってありがとうございました。今日初めてこの2人で戦ったんですけど、いや熱いですね。あ、熱い。でもファンだったらしてね、何かに負けに力をつけてると思います。そして2人負けないですよ。もう暮らしてるし、すごい。いやー、実にすがすがしい。絵に描いたよ、大胆絵じゃないですか。佐々木健介選手が、はい、本当に気持ちよかったって言ってくれたことが、はい、もう本当に良かったな、うちの求めてるプロレス、気持ちで前に出るプロレス、ーハードヒットっていう、はい、うん、ことが伝わって良かったなと。そうですね、うん、もう非常に俺はこの日の試合がですね、はい、2004年のというか34年間生きてきて、はい、まあ、12年のプロレスキャリアの中で、はい、ベストバウトになったと言っても過言ではないと。いいんすか、そんなこと。あの斉藤さんとの試合とか、もうそれもいろいろあるけど、これはもう本当に、はい、さっきも言ったけど初めてやったんだけどさ、うん、なんか、うん、なんかこう気持ちで来てくれる選手、うん、一人はジュニア、一人はヘビーになるのかな、うん、なんかこうタイプが違う選手だったけどね、うん、なんか気持ちよかったですね、やってて。中島選手の方はやっぱりアステカ選手がジュニアなので、自分も同じジュニアとしてやっぱりもうちょっと自分も強くなって、もっとアステカ選手といい試合をしていきたいです。最後にあの川内選手に、いただいたものをお渡ししてましたけど、あれはどういった理由が。いや、これは頑張ったでしょうかな。うん、よく頑張ったよ、本当。じゃ、またいつか対戦する日もということで。うん、まあ、彼がどんだけ頑張ってくるか期待はしたいですね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あの、すごい大きい男でした。はい。いや、自分がずっと憧れてた理由が分かりました。やってみて。理由っていうのは？いや、本当にどんな大きい外人でも、力で、ねじ伏せていくっていうか、どんな大きい相手でも一歩も引かずに力でねじ伏せるっていう、そんな自分の理想のスタイルを貫いた人でした。やっぱり自分が憧れる人でした。はい。いや、勝てるも何も、もう何ですかね、足が地についてなかったっていうか、もう思い出せないぐらい、なんていうんですかね、いや、ちょっともう何喋ってるかわからないぐらいの状態ですね。はい。力をつけて、どんどん大きくして、また佐々木さんにぶつかっていきたいと思います。今度はシングルマッチでお願いします。いやー、楽しかったですね。うん、なんか、過激らしいといえば過激らしい、バッチバチのね、いい試合だったと俺は思いますけどね。やっぱりでかいんで当たり負けするとこあるんですけど、気持ちが全然最後まで折れなかったんで、うん、良かったんじゃないかなと思うんですけどね。あー、それが一番ね、それが一番プレッシャーだね。もう何よりかによりやっぱり学校の先輩で、その高校時代から伝説化してたようなとこあったから、で長州さんのとこ入られて、で新日本出て、全日本出てって、もう大舞台行ってるヘビー級の選手じゃないですか。ヘビー級とやるっていう怖さよりも、中学の先輩っていう怖さの方がどっちかっちゃ大きかったから。それだけですね、気持ち負けの出る部分ってそこだけだったから。まあ大丈夫だったんで、うん、今日ね、見えるかな、口切ったんだよね。中島君の蹴りが強かった。俺の防御が下手なところもあったんだけど、ちょっと最後の蹴り警戒しすぎたところもあったけど、まあでも、さあ、はい、そういったわけで、ご覧いただいたけど、
もう本当に非常に僕にとってはベストバウトなんですね。はい、まあ、あの後ですね、この今この放送をお送りしているのはですね、12月26日のエッジ終わって、年明けましてですね。明けましたね。明けました。明けました。おめでとうございます。ありがとうございます。遅れまして、終わってから、はい、私ユニバーサルスタジオジャパンに行ってきましてですね。ぼーっとしてたらついちゃったんですか？ついちゃったんですよ。2005年のですね、カウントダウンパーティーに、これ本当にマスクしてませんけども、帽子とですね、買い物袋で隠してありますけど、僕です。僕のこの今のこの、はいはい、一緒なんですけども、あ、はいはいはい、あ、スパイダーマン乗ってきましたね。皆さんにもお裾分けっていうことで、スパイダーマンのキーホルダーをですね、1名の方にプレゼントしたいと思いますので、まあ、あれが自慢、自慢みたいなもんか。まあ行ってきましたので、この写真もつけますので、ぜひまたいつもの宛先の方に送っていただきたいと。それからですね、その今佐々木健介選手と戦ったエッジでですね、選手全員が着ておりました、リキハウスプロデュース、リキハウス提供のオリジナル T シャツ、大会記念 T シャツを1名の方にプレゼントしたいと思いますので、 エッジ T シャツもプレゼントしますので、こちらの方もどんどん送っていただきたいと。さあ、それではお待たせしました。腹切れのマスクの人気はありまして、今回もたくさんの方にですね、ちょっとこれ持っておいてみたいと思います。いろんな、ことがありまして、どの方に？この方ですね。お、メンルチャ腹切り試合用マスクが欲しいよ係。おー、しっかり。これなんて言うんですか？ペンネーム松葉城でいいでしょうか？松葉城なんでしょうか？マシバじゃないですか？マシバなんでしょうか？松葉。メンルちゃんいつも見ています。私は以前はプロレスのことは全く知らない興味のない人間でしたが、秋口にたまたま流れていたメンルちゃんをぼーっと見てるという、はい、僕もぼーっとしてると、ユニバーサルついてるんです、はい、ぼーっと見てると、はい、アステカさんとカズさんのメンルちゃん、メンルちゃん受ける客観的なトークがツボにはまりと、今では毎回見ずにはいられない過激の大ファンになってしまいましたと。お、素晴らしい。来年から毎週放送なんでとても嬉しいです、はい、これからも応援してます、頑張ってくださいねということで、こちらのですね、はい、福岡市は中央区にお住まいの、はい、松葉城さん、増場城さん、もしくは増場城わかりませんけども、はい、リキハウスのマグロの漬け食べに行きますと、はい、ぜひ行っていただきたい。こちらの方にですね、はい、腹切れのマスクをですね、よ、差し上げたいと思います。ただで差し上げたい。結構いい値段しますよ。いやいやいや、はい、ファックスの方を読んでいきたいと思います。ファックス、それ何から、どうぞ。決まりも なんとなく、香川の方から、女性の方からですね、はい、腹切り選手の試合用マスクを希望します。こちらではメンルチャは流れないので DVD で見ています。はいはい、あ、やっぱりそうなんだね。DVD で見ています。通信販売です。なので過激の試合内容や情報を知るのは微妙に遅れ気味ですが、まあ、レスラー目線からの解説は、自分が試合を見て感じるものとはまた違ったりして、はい、それは違うよね。まあね、控室の裏の話とかしないから、信じられないようなところで笑ったりします、ね、そう、おかしなところで笑ったりします、ね。感じのまた違ったりして興味深いなと思ったり、はいはい、かと思えば2人の漫才コンビのようなトークが、爆笑させられ楽しいです。本当は楽しませてるつもりはない。そうなんです、普段通りなんです。試合ではあまり息があったところ見れない。次回の琴平夏祭りも、あ、行きましたね。去年行きましたよ、はい。琴平夏祭りも過激だったら嬉しいなと。ぜひ香川の方また営業しておきます、はい、よろしくお願いします。よろしく、よろしく。で、次回はですね、こじいかずの放送があると、エッジの中で行われました全日本プロレスから放送許可を取りました。小島さとし、はい、な、はい、まず林組の試合、持ってきませんし、源太郎組とやった試合をですね、はい、来週お送りしたいと思います、いよいよメンルちゃんについに小島、カズ林、まあ、亮、全然俺らの手柄ではないんですが、ないんですが、はい、俺の手柄で全日本プロレスに電話したもん。あー、捨てかさん、いやいや、電話したわけじゃない。そうしていいでしょうか。それ、たまたま役割的なもんじゃない。まあ、ごめんなさい、また。こういったわけでですね、皆さん楽しみにしていたかと思いますけど、はい、佐々木健介選手の試合はこういう形になりましたので、また次回ですね、腰勝の試合でお楽しみいただきたいと思います。それではまた来週次回メンタルチャテレビの方もよろしくねということで、神々でした、はい、今年もよろしく、よろしく。